ズどもがよく聞け。日没までに聖騎士様の剣を引き抜かねば、村人に課す取り立てを今までの10倍にする。むちゃくちゃだ。水が枯れたままじゃ10倍どころか1本分の酒も作れねえよ。これは罰だ。聖騎士様を侮辱しただけでなく、大罪に7つの大罪を友などとのたまったからだ。くそ、リードはバカなことさえしなければ。リード、またお前か。ガキじゃ面白くもなんともねえんだよ。取り立て20倍にすんぞ。お前なんかに抜けるわけないだろう。いい加減にせい。村長、わしら酒造りの誇りを傷つけたら誰じゃ。リードか。違うぞ。あの子の行為はいつだってわしらの気持ちの代弁だったのではないか。ね、俺もお手伝う。俺もだ。ミード、一緒に抜いてやろうぜ。おい、おめえら俺たちの話聞いてたか。20倍だぞ、20倍。よし、行くぞ。でやんの。俺たちは貴様らの安酒で飲み直しだ。しか抜けない剣を、あんなガキが。ねえ、兄ちゃんはひょっとしたら本当に。おお、ひょっとしなくても俺はただの立派な酒場のマスターだ。そうじゃなくて。ミード、すまなかった。わしたちを許してはくれないか。行け。ミード、ごめんな、ミード。バーニャへの距離と方角を教えてくれ。正確にな。あ、はい。この砦より南東4時の方向、距離にして 7.3 マイル。この角度か。メリオダス様、すみません、まだ仕事の途中なのに。ミードちゃんたちを見てたら急に父のことを思い出してしまって。そうか、無事だといいけど。もうちょい左か。ダメですね、ホーム
ムシックに浸っている場合じゃないのに。聖騎士の横暴に苦しめられている人たちがまだたくさんいるのに、王女がこんなことじゃ先が思いやられますね。でも俺を見つけたろ。そんなに落ち込むな。お前がみんなを守りたいと思って俺の店にたどり着かなかったら何も始まらなかった。お前はお前のやるべきことをやった。それで十分だ。俺には俺のやるべきことがある。メリオダス様！ほい！やはり生きていたか、七つの大罪。メリオダス。こっちこっち。はい。あおみゃ。姉ちゃん、うちの手伝いとかしたことねえだろ。見ててわかんだよな。全然なってねえもん。こらミード、偉そうなこと言って。あんたはもっと反省しな。あんまり調子に乗ってたら白夢の森に放り込んじゃうよ。やだ。白夢の森って？聖騎士も近寄らないおっかない森なんだ。おばさん、いい子にするからそれだけは許してよ。ほんとかね、この子は。約束するって。おばさんの目ごまかそうったってちゃんと見てるからね。